はい、カパーチブロカッパ園長です。さて、じゃあこの動画ではね、山尾しおりさんがね、あれ山尾しおりさんってついこの間なんか議員パスかなんかの不正使用かなんかで怒られてませんでしたっけ？あれ結局どういう決着でしたっけ？以後気をつけます、させんで終了でしたっけ？とまあそんなね、山尾しおりさんなんですけども、彼女がね、なんか女性宮家、女性天皇からの女系天皇云々みたいな、なんかそんな話をまたね、まあツイートでらしいんですけどもね、なんかそんなこう発言を発信をしたそうなんで、まあ山尾さん曰く、この方ね、よくこんなこと言えますよね。女性宮家、女性天皇まで共有できるのならば、そこまでを実現して女性天皇の可能な社会って問題ないよね、と同じ景色を見てから、女性天皇のお子さんについて話していく、そんな方法があってもいい、ともお話、しました。一番伝えたいことは、記事の最後に譲り合いながらみんなでコンセンサスを作る時です。何のことを言ってるんですかね。なんかツイートだけじゃなくて、全体のなんか記事があるんだ。ちょっと待ってくださいね。3月23日から始まった安定的な皇位継承を議論する政府の有識者会議、その大きな論点となっている女性天皇や女性宮家について、朝日がね、アエラですよね。朝日が、なんかこうね、まあ特集組んだっていうんですよね。2020年2月予算委員会で安定的な皇位継承策の検討を質問、菅首相、当時官房長官、から、立皇嗣の礼終了後に本格化させるという答弁を得たのは、山尾志織議員だと。で、生前退位実現以降、またこの言い方するんだ。皇位継承問題が国民の関心事でなくなっていると感じている。次世代を担う男性皇族が悠仁さましかいないのは事実だが、そのことを正面から取り上げるより、女性皇族の立場を話す方が自分ごと化してもらいやすいという。自分が将来天皇になるのかならないのか、結婚後に皇族でいるのかいないのか、自分たちで決められないのに決めるべき人が決めてくれない、男子産まないと国家の礎が揺らぐ、そんな状況に生身の女性が置かれていて今後も置かれ続ける、だから人と人同士思いを寄せましょう、制度は私たちしか変えられないのから、と山尾さん。女性天皇、女系天皇、ほらね、しれっとねじ込んでくるわけですよ。女性宮家は幸運な偶然の一致なのですから、と続けたと。この人家庭云々とかよく言えますよね。制度のために人が犠牲になるということが少なからずあるのだけれど、この手段は偶然にも天皇制という制度、天皇制とか言っちゃうよな本当。を続けていくことと、女性皇族の皆さんに少なからず豊かな人生を歩んでいただくこと、その両方ができるんです。すごく幸運な偶然の一致ですよね。女性女系天皇は各種世論調査で国民の7割以上が容認しているという結果も出ている。そういう方向に持ってったんですよね。内容は全然まるで違うはずなんですけども、で、多くの国民が望み、制度も続き、皇族の皆さんも今よりいい環境に置かれる、そんな唯一の答えがここにあるのは実現されないのはおかしいですよね。になっているのは人だと。ただしこの問題は敵味方に分かれて一歩も譲らないというやり方などではなく、少しずつ歩み寄っていく、そういう柔らかな進め方が必要とも考えている、と山尾さん。この人、ああ山尾さん今回饒舌ですね。まだまだ続くんですね。女性宮家、女性天皇まで共有できるなら、ここからさっきの部分なんですね。そこまでを実現し、女性天皇の可能な社会って問題ないよね、と同じ景色を見てから女性天皇のお子さんについて話していく、そんな方法があってもいいかなと思います。よく言うよね本当。
でそのためにも一政権が人選した有識者が同じく専門家から話を聞いて国民の見えないところで議論するという今の有識者会議だけではなく生前退位の時のように、衆院議員の元国会議員が超党派で集まり、議論をする形を取りたいと山尾さん、最後に小室圭さんの問題ばかりに国民の目が行っていることについて尋ねたらこんな答えが返ってきた。あ、国家とか皇室制度はみんなで作っている一種のフィクションだと思うんです、フィクションを担っているのは人で、人は誰にでも足らざるところはあるこれなんだろう自分自身のこと振り返ってんのかな、そういうものを補完しながら守り繋いでいくと決めたのが現代社会における天皇制度だからその核心部分は優しさとか思いやりではないかと思います。なんか司令とね、私にももっと優しくしてほしいかなーみたいな、希望願望をね、感じたのは僕の気のせいでしょうかねで、まあ、ここで出てくるのがね、この女性、女系天皇、云々に、対して、この海外のね、日本以外の世界中の海外の、世界中って言いましたけど、ね、海外の人たちもなんか興味を持ってるらしいんで。でね、ここでね、日本の世論調査、つってもこれ、日本のね、反日マスコミの世論調査の結果を見て、あ、そうなんだっていう感じらしいんですよね。まあ、日本世論の多くは皇位継承資格者を女性女系広げることを支持すると。共同通信が20年3月4月に実施した世論調査で、女性天皇に対して 85%、女系天皇に対しては 79% が賛成していたっていう結果を発表してるんですよね。女性天皇は10代、8人いるが、すべて父方が天皇の血筋につながる男系だ。母方で、つながる女系天皇はいない。まあちょっとこの後はね、省略しますけれども。まあこれを見て、まあ世界中のか、どうだろう、中国とお隣だけかもわかんないですけども。まあなんか反応があるんでね、ちょっと見ていきましょうかね。日本人の8割が女性、女系天皇支持。後継者不足が深刻か。で、次がやっとか。で、次が、どうしてそんな疑問が存在するのか。次はその点イギリス王室は最初から賢かったね。あれを賢いって言うんでしょうか。次、私は女性の継承に賛成、でも皇位継承の資格をどうするかは彼ら次第。次が何だろう、これは皇室と現政権の両方の問題とか、愛子様は本当にお美しいとか、誰が気にしてるんだそんなこととか。で、女性政治家の中にはそれぞれの文明に影響を与えた人物が数多くいる。これなんか名前がブワーって書いてあるけど、まあいいや。うん、クレオパトラとか出てきちゃってるから、まあいいか。で、日本は皇族が絶滅する前法改正をするか、手っ取り早い解決策を思いつかないといけないよとか、アメリカから課せられた法律は日本の皇室をいつの日か消滅させるため作られたもの。日本が賢明であればその恐ろしく性差別的な法律廃止し豊かな皇室の歴史を守るべき。で、次が過ぎ去った時代の文化的な装飾品という以外に王室にどのような目的があるの。わかんない人は興味持たなきゃいいんですけどね。うん、そもそもがね、日本人だって日本の皇室ね、天皇陛下について世界中のね、もう広く世界中の人たちにね、理解してね、納得して認めてもらおうなんてさらさら思ってないんで、うん、わかんない人はもうね、わかんないで結構で、まあ、そろそろ全部廃止してもいいのではないかとか言うわけですよね。うん。まあ、なんか、自分たちの国にはね、要は王室、王族、ね、日本のこの皇室のように、この皇族とかもいない。まあ、羨ましいとかね、うん、ね、自分たちに手に入らないんだったらね、なんとかしてしまえみたいな。うん、なんとなくこうね、ああ、やっぱりあの人たちがコメントしてるのかな、ほとんどがね。元皇族のほとんどが男子を産んでますが、母親が結婚のために皇位を放棄しなければならなかったとね、男の子たちが皇族ではないというのは何とも皇族な話。で、次は皇室の移行時期。今、皇室に残されたのは皇位継承者は男子一人だけ。しかも若いので将来どうなるか誰にもわからない。彼に息子がたくさんできたら別だけど。で、次の人、それで日本政府と皇室が男性天皇のみのルールを改正することを妨げているものは何？
いや、そもそもはそれ改正する必要がないんでね、基本的にね。まあだからね、わからない人にね、ああでもないこうでもないね、言われてもね、はいはいはいとしか言いようがないんですよね。じゃあまず山尾先生、勉強しましょう。まあわざと分かってて言ってると思いますけど、この人の場合はね。いやーでもね、いや本当にそうじゃなくて分かんなくて言ってるとしたらね、この女性宮家、女性天皇、女系天皇、これはなんか混同している時点でね、いやでもこれぐらいの人になるとわざとですよね。女系に持っていくための、男系男子ね、継承を守れないのであればね、それはもはや天皇ではなくなってしまうっていうのがわからないんだとしたら、いやわからないんじゃないな、この人はもう分かってやってる側だと僕は思いますけど、どうかな。まあなんだろう、山尾さん的には結局振り出しに戻っちゃう感じなんですかね。そもそもね、プライベートでさね、もう議員云々っていうか、もう人としてどうかなんていうレベルのことを平気でやってのけてる人が、あろうことが日本の天皇陛下皇室に対して云々そんな資格ないと思いますよ。ねえ、旦那を奪って残された元奥さんどうなりましたね。ここでははっきりあえて言いませんけども、そんなことをね、しておいて、ね、それに対して何もしれーっと、で、ついこの間も、でも上げたらきりないですけども、ね、ついこの間でもです、ね、早速なんかこう、議員特権、ね、不正に、ね、私的流用というか悪用してね、怒られてたばっかりじゃないですか。いや、人のことをうんぬん言う暇があったら、まず自分の襟正すとこから始めた方がいいんじゃないんでしょうか。ね。やっぱりこの人もね、やっぱりな国会議員でしたっていうことですよね。残念。っていうかまあ分かってたことじゃないですか。ね、そんな人に言われてもね、まあだから、あれですよ。なんで、そもそもがですよ。ね、日本のこの国体とか、この日本のこの伝統とかね、文化とかにこの関わることでしょ？なぜ、この他国の顔色を伺う必要があるんですかって話ですよね。まあ、長年続けられてきたことにはね、それだけのね、この威厳と、あとこう、まあ、価値っていうとちょっとね、天皇陛下に大変失礼かもしれませんが、ね、そもそもね、簡単にこのホイホイと変えるものではありません。そもそもがなんでって言ったら、その要は欧米と比べてとかね、そのグローバル云々観論とかね、その辺から来てるわけでしょ？女性にもとか、女系なのにとか、そういう話は、違う、ね、ね、わかんなかったらもう自分で検索して調べてくださいよ。ね、なんで女系天皇だとダメなんですかって、調べればいくらでもわかるでしょ。そう。だから結局、このね、山尾さんの話なんかもそうですけど、女系と女性も全然違うのに一緒くたにしている。日本のマスコミって全部そうですもんね。だからもう、いかにね、彼らが日本をね、もうだからもう、ね、皇室、だからもう日本丸ごと壊そうとね、企んでる。もう丸わかりじゃないですか。ね。女系なんて認めることはもう皇室廃止するのとほぼイコールですからね。そんなことをしれーっとね、まず女性宮家、で女性天皇ね、ここまで OK だったら次の女系ってはっきり言ってないんですけど、でも言いたいのはそういうことでしょね。そのお子さんもみたいなこと言ってたじゃないですか。だから彼女なんかも分かってやってるわけですよね。まあ、立ち悪いっすよね。本当に。だからもうおそらくこれご覧ってのはあなたはね、今更説明の必要はなくご理解いただけてると思いますけれどもね、女性天皇には賛成。まあこれは実際そういう人多いのは本当ですよね。だって実際そのね、女性で天皇だった方、何人もいますもんね。推古天皇とかもそうですか。前例があるからですよね。だから保守派の中でもこの女性天皇にもまるっと反対してる人っていうのはもうごく少数派だったじゃないですか。で、それがまあこの8割っていう数字の根拠ですよね。ただ、こっからですよね。女系天皇はもう大反対ですよ。これはもう前例がそもそもありませんし。マスコミはこの2つをね、
わざとごっちゃにして分かりにくく、あ、まあ女性、まあ情景、あ、まあいいんじゃないですか、みたいな、いうように日本国民に、一般の日本の人たち、日本国民に誤解させるように、混同させるように、わざとね、分かりにくく、ね、だからもうセットにして流すとかね、うん、あの、詳細は省いて、女性云々、までにしておいて、だからさっきの山尾さんの語り口なんかがいい例ですよね。ああいうね、要はこう、なんていうのかな、報道の仕方をするわけですよね。だからもう明らかにこの天皇陛下ね、ということはつまり日本の皇室そのものをね、どうにかしてこう廃止に持ち込みたい人が日本国内にすごいたくさんいるっていうことですよね。うん、そうはいかねえぞ。うん、まあそっか、とりあえず、まあ、世界中の人たちに対しては分かんないんだったらもう興味持たないでいただきたいね。うん、分かって絡んできてる人たちはもうご退場願いますよね。うん、もう興味持たないでいただきたいね。近づいてこないでいただきたい。で、山尾さんね、うん、まず自分の襟正してからどうぞということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。